い、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、僕今このマティスってヘアサロンで働かせてもらってるんですけど、ここでやっている酸熱のトリートメントについてご紹介します。はい、ということで、酸熱トリートメントね、やったことある方とか、まあね、今からちょっとやってみたいだったりとか、気になってるよーっていう方って結構いらっしゃるかなと思います。僕も、ここのね、サロン、友達がね経営してやってるんですけど、まあいろいろありまして、今2ヶ月ぐらいここでちょっと働かせていただいてます。で、ここのサロンに来た時にそのね酸熱トリートメントのことをちょっと学ばせていただいて、で実際僕も髪の毛、僕ちょっとクセっ毛なんですけど、過去の動画見てもらったら分かるんですけど、僕だいぶクセっ毛です。で、その酸熱トリートメントをかけて今だいたい1ヶ月ぐらいなんですけど、こんな感じになってます。で、じゃあそれってどういう風になるのだったりとか、どういう効果があったりとか、デメリットは何なのみたいな部分をね、簡単に今日はご紹介していきたいと思います。で、まあ簡単に言うと、その酸熱トリートメントで、どういったことが効果があるよーっていうと、根本的な、まあ、髪質の改善で、あとはねダメージの補修だったりとかの効果があったりとか、まあ、ここ結構重要なんですけどね、髪の毛をやっぱり傷めずにちょっとストレート効果があったりとかで、あと効果の持続のが、まあ、大体1ヶ月半から3ヶ月ぐらいっていう風にも言われている。なので、まあ、トリートメントをして髪の補修をしながら、髪の毛がちょっとストレートになったりとか、まあ髪質によってはならない方も結構いらっしゃるんですけど、まあ僕とかだったらね結構ストレートになって、もう本当に結構楽になってます。まあこういったね効果があったりとかするトリートメントになります。あとはなんかツヤだったりとか張り腰が結構出たりするので、個人的には髪の毛がちょっと細めの方だったりとか、なんか髪がちょっと元気なくなってきたなーっていう方に結構おすすめかなと思います。なんですけど、あんまりこうダメージがすごく、多い方だったりとか、あと癖が結構強い方に関してはそんなにストレート効果はあんまり感じないかもしれません。なんですけど、まあ感じないけどちょっとツヤが出たりだったりとか、あとは髪がなんか強くなったな、ちょっとボリューム出やすくなったな、こういう風な効果もあります。で、あとデメリットなんですけど、ちょっとね、匂いが少し、ね、独特です。なんかこう美容室でやってる時とかってあんまり感じないんですけど、家帰ってからシャンプーした後乾かす時だったりとか、ちょっと濡れてる時に、いわゆる独特な匂いがします。まあ僕も最初んと思ったんですけど、でも普通に毎日ねシャンプーとかしてたらちょっと慣れてはくるので、まあ中には苦手な方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういったちょっとね匂いのデメリット面もあったりとか、あとはやっぱりその酸熱トリートメントって言ってね、何種類か結構その酸性の、トリートメントの種類があるんですけど、そのね、何を使ってるかによってちょっと効果が変わったりもするので、そこら辺もね、美容師さんだったりとか、そのね酸熱トリートメントをやってるサロンだったりとかに、聞いてもらえるといいかなと思います。あとはやっぱりこうカラーリングをされてる方だったりとかって結構色落ちが、まあ目立つというか、気になる方も結構いらっしゃるかなと思うので、まあ酸熱をやる、時は最初にね酸熱をやって、で個人的には1週間後ぐらいにまあカラーリングをしてあげる方がまあいいかなと思います。まあ1週間ぐらいだったらね、まあちょっと色が抜けてても、まあちょっと1週間後にカラーできるからみたいな感覚でね、楽しみにしといていただければなと思うんですけど、間違ってもねカラーをしてから酸熱のトリートメントを予約するっていうことはやめてください。それは髪の毛のねせっかく入れたカラーが結構ね色落ちが結構激しくなっちゃうので、気をつけていただければなと思います。で、実際ね、ここのサロンでやった施術で、こういったね、お客様だったりとかいらっしゃいます。こんな感じの髪質の方が、まあ酸熱トリートメントで、こんな感じで綺麗だったりとか。
でもちろんこうサロン終わった後はめちゃくちゃ綺麗なんですけど、で洗ったりとかすると少し馴染みます。でどちらかというとこうピンピンになってた部分、なんかツヤっとしてた部分が少しナチュラルなストレートになったりとか、あとはもう結構ツヤやかなストレートになったりとか、そこら辺はね個人差があったりもするので、気になる方はね、まあ、その担当の美容師さんだったりとかに、相談しながら、やっていただければなと思います。もちろんね、今だったりとかってサロンに行かないとね分かんない部分ももちろんあったりもするので、でも今だったらこう SNS のね DM だったりとか、ね、そこでこう写真を送っていただいてとかで、こんな髪質なんですけどっていうので、だったら、こういった効果が得られますよだったりとかっていうのを、まあ簡単になんですけどね、そういった SNS だったりとかので、まあ DM とかでカウンセリングしてる、お店もあったりもするので、そういったところで相談していただければなと思います。で、またねこういった3熱のトリートメントだったりとかの、まあ詳しい内容だったりを、近々ね、YouTube ライブをちょっとやっていこうと思います。でそこでね、見ていただいた方に、まあそのチャットでとかになっちゃうんですけど、まあご質問だったりとか、こういった髪質にも合うようだったりとか、僕らね美容師の観点で、お答えできればなと思いますので、気になる方はね、ライブを見てもらってコメントをいただければなと思います。はい、ということでね、今日はねちょっと3熱のトリートメントの簡単なね説明と自分がやった時のこの実感についてちょっとご紹介させていただきました。かなりね今もまたすごく人気が出てきてて、本当に髪の毛の質感が変わって、個人的にはめちゃくちゃ毎日がちょっと楽しくなってますので、ぜひねこの気持ちをちょっと今日はねお伝えしたくてちょっと YouTube 撮らせていただきました。なのでね、気になる方ぜひこの動画を参考にしてみてください。でライブもね、まあできれば週1回ぐらいちょっとまたやっていきたいと思いますので、夜の時間、まあ、8時とかそれぐらいで30分間ぐらい、またやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。コミュニティだったりとかね、いろんな部分で、また告知しますので、合わせてご覧になってください。はい、今日の動画、よかったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。